帰国現在の香川県禅通寺市吉原町と水戸吉、美濃町、中田土郡多度津町の市町境にあった中世日本の城、国の史跡。別名、天霧城、または二三城。佐野木香川市類大の有事の際の詰め城で、平時の館は多度津町の本大山城登録にあったとされる。天霧城は丸亀平野の生誕にある、 天霧山の山頂に位置している。最高所に本丸があり、東に向かって二の丸、三の丸などが廃される、はしご格式の山城である。天霧山の南東側は、採石によって大きくえぐられており、遺構の一部が失われている。遺物の一部は、全通寺市立郷土館に保存されている。古くは、大宝2年。 白方軍団の養生が置かれたという。昭平19年、常治3年、佐抜守護細川氏に従って、相模より佐抜に入部した香川慶則が、佐抜き西方守護大に任せられ、天切山に築城。以後、香川氏は、細川慶長家内州として、細川氏に従い、機内で活躍しつつ、西佐抜を支配する。天文18年、主である官僚。 細川春元が三好長慶に敗れ、天文22年、隣国阿波の守護、細川持隆が三好長慶の辞典、三好十九に暗殺されると、細川慶長屋は没落し変わって、三好氏が実権を握る。三好氏の勢力は、佐抜にも及んだが、香川の慶はこれに従わなかった。永六元年9月、三好十九が東佐抜の諸将と共に、 天城城に攻め込むが、これ慶はこれを撃退。の慶は、実久と和義を結び、諸領安土の上三好氏の支配下に入ることとなった。この時の慶は、天城城から退去し、後に、毛利氏の支援で、天城城に復帰したとする遺説もある。織田信長が上落して中央に政権を樹立すると、天正四年、これ慶は、織田氏に通じ信長の返旗を受け、定かと名乗る。 天正七年、土佐の長祖壁元地下が佐抜に侵入すると佐か影は、幸福というよりは、元親の次男、神話を養子に迎え入れて同盟者となり家の存続が、図られた。以後、佐か影、神話不死は、長祖壁氏の佐抜攻略に尽力し、長祖壁氏にとって天霧城は、伊予信仰の拠点とし、佐抜と、当いの国人統括を意図していた。天正十一年、 佐抜平定がほぼ完成に近づいた頃、神話が天霧城に入城する。天正十三年、豊臣秀吉の四国征伐に伴い、香川家は取り潰しとなり、定かは土佐に移り天霧城は廃城となった。1990年5月16日、国の史跡に指定される。上司に向かうルートはかつては四ルートあったが、現在は、 東方根からの馬道と呼ばれたルートが失われ3、ルートになっている。前述の通り大規模な採石によるものである。どのルートから登っても、犬返しと呼ばれる、急斜面を経由することになる。かつては前山に47の白櫓があったとされるが、前述の通り採石によりかなりの部分が、失われている。現在確認されている以降は、本丸跡、二の丸跡、三の丸跡、 隠し取りであと、外角、石類、掘り切り、井戸となっている。香川氏が、長祖壁氏の進攻を受け天切城に牢城した際、水の補給路を断たれた香川軍が、長祖壁軍の目を欺くため水の代わりに、白米で馬を洗い、当面には、水が城内に豊富にあるように見せかけた。しかし、この様子を見た通りがかりの二が、長祖壁軍にこのことを告げたため、 長祖壁軍の総攻撃を受けて、城は落ち、には、その後香川軍の落ち武者に切られてしまった。この伝説から、天霧城は一説に、二山城の別名がある。ありがとうございます。